動画ではコンバーターにおける各種の損失とコンバーターが最高効率点を達成する際の条件について解説を行います。この動画のポイントです。コンバーターの損失は大きく分けて電流の事情に比例する要素、電流に比例する要素、電流に無関係の要素の3つに分類することができます。さらに別の軸の分類としてはスイッチング周波数 FS に比例する損失とスイッチング周波数に無関係の要素に分けることができます。そして最後にコンバーターが最高効率点を達成する際の条件について見ていきます。ここではコンバーターにおける損失と電流の関係について見ていきます。冒頭でも述べたようにコンバーターにおける各種の損失は電流の事情に比例する損失、電流に比例する損失、電流とは無関係の損失の3つに分類することができます。1つ目の電流の事情に比例する損失はジュール損失、すなわち I 事情 R で表される損失です。電流の事情に比例するため重負荷領域、すなわち電流が大きくなる領域において支配的となる要素です。2つ目の電流に比例する損失としてはスイッチング損失やダイオード損失が挙げられます。3つ目の電流とは無関係の損失はいわゆる固定損と呼ばれるものであり、 MOSFET の入出力容量の重放電に起因する損失、トランスの鉄損、その他制御回路の電力消費などがこれに含まれます。電流の代償によらず一定の値となる、すなわち固定値となるため、これは軽負荷領域で支配的となる損失です。先ほどのスライドでは損失と電流の関係について述べました。ここのスライドでは損失とスイッチング周波数 FS の関係について見ていきます。スイッチング周波数 FS に比例する要素としてはスイッチング損失、ダイオードの逆回復損失、 MOSFET の入出力容量の重放電に起因する損失などが挙げられます。これらの損失はスイッチング周波数 FS に比例するため、むやみに高周波化を行うことはこれらの損失の増加を招きます。一方スイッチング周波数 FS に無関係の要素としてはジュール損失全般が挙げられます。ただしインダクタやトランスの巻き線抵抗は高周波領域において表皮効果や近接効果により抵抗値が増大するため注意が必要です。その他ダイオードの導通損失なんかもスイッチング周波数 FS に無関係の要素として含まれます。ここからはコンバーターを構成する各種素子の損失について具体的に見ていきます。まずは MOSFET についてです。 MOSFET は複数の要因の損失を含んでいます。1つ目が導通損失であり、これはジュール損失に該当します。ジュール損失なので電流の事情に比例しスイッチング周波数 FS とは無関係の要素となります。 MOSFET の音抵抗はデバイス耐圧の 2.4 ないし 2.6 乗に比例することが知られています。一般的に理論動作電圧の3倍程度の耐圧を有する素子を選定する必要があります。ちなみに IGBT の場合、導通損失はジュール損失ではなく飽和電圧で決定されるため、電流の事情ではなく電流に比例する要素に含まれることになります。続いてスイッチング損失は電流とスイッチング周波数 FS に比例する要素となります。このスイッチング損失はソフトスイッチングにより大幅に低減可能な要素でもあります。 MOSFET では入出力容量の重放電に起因する損失、すなわち固定損がありますが、これは電流に無関係でありスイッチング周波数 FS に比例する要素となります。この要素もソフトスイッチングにより一部低減することが可能です。続いてコンデンサの損失について見ていきます。まずコンデンサの透過回路について考えます。一般的にコンデンサの透過回路としては容量成分 C、 抵抗成分である透過直列抵抗 ESR、 インダクタンス成分である透過直列インダクタンス ESL、 これら3つの要素の直列接続により表されます。こちらはコンデンサのインピーダンスの周波数特性を量対数グラフで表したものです。横軸が周波数、縦軸がインピーダンスとなっています。低周波の領域では周波数の増加とともにインピーダンスは低下します。この領域では容量性リアクタンスがこのように支配的となっています。その一方、高周波領域では周波数とともにインピーダンスは増加します。高周波領域では誘導性リアクタンスが支配的となっています。容量成分と誘導成分が打ち消し合う共振点においてコンデンサのインピーダンスは最小となり、その時の値はこの ESR の値と等しくなります。右側にはアルミ電解コンデンサ、セラミックコンデンサ、フィルムコンデンサのインピーダンスの周波数特性を示しています。一般的にアルミ電解コンデンサの ESR は高いため、このように比較的フラットな特性を示します。それに対してセラミックコンデンサやフィルムコンデンサなどは ESR が低く、このように鋭いピークを示します。コンデンサの ESR に
においてジュール損失が発生するわけですが、ここのスライドでは低電流源を用いてコンデンサを充電する際の損失について考えてみます。左の図に示すような IA の低電流源を用いてコンデンサを充電することを考えます。一定電流 IA でコンデンサを充電すると、コンデンサの端子電圧はこのように直線的に増加します。セピックなどの汎用コンバータにおけるコンデンサはこれらインダクタにより充放電が行われます。定常状態においてインダクタは低電流源としてみなすことができるため、これらのコンデンサは低電流源により充放電が行われるとみなすことができます。低電流源によりコンデンサの充電が進行し、最終的にこの場合 VA の電圧まで充電が行われます。低電流充電を用いてコンデンサの充電に要するエネルギーというのはこちらの式で表すことができます。充電に要するエネルギーとしては2分の 1CVA 事乗で表されますが、この式は VA の電圧を有するコンデンサの蓄積エネルギーと等しいということがわかります。この式は理想状態において低電流源を用いて充電を行う場合、無損失でコンデンサを充電するということを意味しています。このスライドでは低電圧源を用いてコンデンサを充電する際の特性について考えてみます。左の図に示すように電圧値 VA を有する低電圧源をスイッチを介してコンデンサに接続し充電を行います。スイッチをオンした瞬間、コンデンサにはこのように突入電流が流れ充電が進みます。コンデンサの端子電圧はこのように自定数応答を示し、最終的に VA の電圧に到達します。このようなケースはスイッチとキャパシタコンバーターなどにおいて発生します。スイッチとキャパシタコンバーターにおいてはこれらのコンデンサがスイッチを介して並列接続されることになりますが、一般的にコンデンサは電圧源とみなすことができます。なのでこのスイッチとキャパシタコンバーターにおいてこれらのコンデンサは低電圧源により充放電が行われるとみなすことができます。低電圧源を用いてコンデンサを充電する際に要するエネルギーとしてはこの式で表すことができます。 VA の電圧を有するコンデンサの蓄積エネルギーは2分の 1CVA 事乗で表されますが、低電圧充電でコンデンサの充電に要するエネルギーはCVA 事乗となっています。これはすなわち低電圧源を用いてコンデンサを充電する場合、充電エネルギーの半分が ESR において損失として失われているということを意味しています。またこの式自体は ESR の値を含んでいないことから、損失は ESR の値に無関係であるということがわかります、はい、ここのスライドではインダクタの抵抗成分について考えてみます。このグラフはインダクタのインピーダンス並びに抵抗成分の周波数特性について表したものです。横軸が周波数、縦軸はインピーダンス並びに抵抗成分の量対数グラフを表したものです。インダクタのインピーダンスは周波数とともにこのように増加します。ですが抵抗成分を見ても周波数の増加とともに高周波領域においては増加しているということが確認できます。これは表皮効果によるものです。表皮効果とは周波数が高くなると導体表面で電流密度が高まる一方、導体中心部で電流密度が低くなる現象のことです。これにより高周波領域においては導体の抵抗値が高くなります。一般的に汎用コンバータにおけるインダクタの電流は基本的には直流成分ではありますが、高周波のリプル電流も頂上します。なので高周波のリプル電流成分に対しては高い抵抗を示すということになります。先ほどのスライドでも述べたように高周波領域においては表皮効果によって導体表面の電流密度が高くなる一方、導体中心部の電流密度が低くなり、結果的にワイヤーの抵抗が上昇してしまいます。高周波電流の流れるトランスやインダクタなどにおいてはリッツ線が用いられます。リッツ線とはこのように細い粗線を複数寄り合わせることによって表面積を大きくしたワイヤーのことです。これにより高周波領域における抵抗値の上昇を抑制します。リッツ線は高周波電流の流れるトランスにおいて特に有効なワイヤーですが、直流成分が支配的となるインダクタなどに関しては通常の導線で十分です。右側にはトランス巻き線抵抗の周波数特性を表しています。横軸が周波数、縦軸が抵抗成分の量対数グラフとなっています。リッツ線単線の場合はこのように数百キロヘルツ程度まで、平坦な特性を示しています。ボビンに線を巻いた状態やコアを挿入した場合は表皮効果に加えて近接効果やフリンジング効果なども合わさって抵抗成分がさらに上昇します、はい、次にダイオードの導通損失について考えてみます。ダイオードの導通損失は電流に比例し周波数とは無関係の要素となります。ダイオードの導通損失 PD は順方向効果
化電圧と電流の積によって表されます。このダイオードの導通損失は一般的にコンバーターの中で最も大きな損失となる場合がほとんどです。よってコンバーターの高効率化を達成するためにはこのダイオードの導通損失をいかに低減するかが重要となってきます。ダイオードの導通損失低減アプローチとしてはダイオードの代わりにスイッチを用いる同期整流方式の採用が挙げられます。右下の図に示すのが同期整流方式を用いた高圧コンバーターの例です。通常の高圧コンバーターではこの部分にダイオードが用いられますが、ダイオードをスイッチに置き換えることでダイオードの導通損失をなくしコンバーターの損失を低減することが可能となります。また通常の PN 接合のダイオードの代わりにショットキバリアダイオードを用いることも有効です。ショットキバリアダイオードは通常の PN 接合のダイオードと比べて純方向効果電圧が非常に小さいためダイオードの導通損失を大幅に低減することができます。次はスイッチング損失について解説をします。スイッチング損失は電流と周波数の両方に比例する要素です。左側にターンオン、右側にはターンオフ時における特性を示しています。ターンオンとターンオフのいずれの遷移時間においてもこのようにスイッチでは電流が流れつつ電圧が引火された状態となります。これによって遷移期間においてスイッチでは電力消費が発生します。ターンオン時における損失はこのような式、そしてターンオフ時における損失はこの式で表すことができます。いずれの式も電圧、電流、そして周波数に比例しており、ターンオン損失はさらにターンオン時間であるデルタ T オン、ターンオフ損失に関してはターンオフ時間であるデルタ T オフに比例します。いずれのスイッチング損失も周波数 FS を含んでいるため高周波化に伴ってスイッチング損失は増加することになります。これらのスイッチング損失を低減するためにはスイッチング速度の速いデバイス、すなわちデルタ T オンやデルタ T オフの小さなデバイスを採用する、もしくはそもそもこのような電圧と電流の重なりが生じないようなソフトスイッチング技術の適用が不可欠となります。続いて MOSFET の入力容量と出力容量の充放電に起因する損失について見ていきます。これらの損失は電流とは無関係であり周波数には比例する要素となります。こちらの図は MOSFET 駆動系の回路図を表しています。不経波電圧を MOSFET のゲートに与えるゲートドライバーを用いて MOSFET を駆動します。その際 MOSFET の入力容量の充放電が行われます。 MOSFET の入力容量 CISS はこのような式で表されます。 CISS はゲートソース間容量 CGS とゲートドレイン間容量 CGD の和により表されます。 MOSFET のスイッチングに伴いドレインソース間電圧はこのように不経波状に変化します。その際 MOSFET の出力容量 COSS の充放電が行われます。出力容量 COSS はこの式で表されます。ドレインソース間容量 CDS とゲートドレイン間容量 CGD の和により表されます。 MOSFET の駆動に要する電力 P ドライブ、すなわちこのゲートドライバーが消費する電力は、このような式で表されます。 COSS の充放電に起因する損失、すなわちこの不経波電圧に起因する損失はPCOSS、 このような式で表されます。いずれの式も電流には無関係であり周波数には比例する要素となっています。ここではダイオードの逆回復損失について説明を行います。これは周波数に比例する要素となっています。PN ダイオードが急激にターンオフし逆バイアス状態となるとき、少数キャリアの蓄積により逆方向に電流が流れます。これを逆回復と呼びます。逆回復時においてはこの TRR の期間で表されるようにダイオードに電流と電圧が共に発生した状態となることによって損失が発生します。この逆回復による損失はこのような式で表されます。ダイオードの逆バイアス時における電圧、逆回復時におけるピーク電流、そして時間 TB に比例し、さらにスイッチング周波数 FS に比例します。この逆回復損失はファストリカバリダイオードやショットキバリアダイオードを採用することで低減することが可能です。続いてテッソンです。テッソンは電流とは無関係の要素です。
欠損はトランスやインダクタなどのコアの BH カーブがこのようにヒステリシスループを描くことによって生じる損失です。コアの欠損はスタインメッツの実験式で与えられることが知られています。ここで KH はコアの材質や形状で与えられる比例乗数、 BM はこの式で与えられる最大持続密度です。スタインメッツの実験式で与えられるコアの欠損自体は周波数 FS を含みますが、最大持続密度が周波数に反比例しています。欠損の周波数依存性については、使用条件やコアの材質なんかによって大きく影響を受けることになります。最後にコンバーターが最高効率点に達する条件について考察を行います。コンバーター全体の損失の一般形式はこのような式で与えられます。コンバーターの全体損失 P ロスは電流の事情に比例する損失アルファ I 事情、電流に比例する損失ベータ I、 そして電流とは無関係の損失ガンマ、これら3つの要素の和で表されます。ここでアルファ、ベータ、ガンマはそれぞれ係数です。コンバーターの効率イーターの一般形式はこのような式で表されます。コンバーターの電力変換効率が最高点に達するとき、効率イーターを電流で微分したものは0となります。このことから右側に示す式が導出されます。この式は電流の事情に比例する損失、すなわちジュール損失と電流とは無関係の損失、すなわち固定損が等しくなるときにコンバーターは最高効率点に達することを意味しています。右上の図はコンバーターの損失並びに効率の出力電流依存性を示しています。固定損ガンマは出力電流とは無関係に一定値です。電流に比例する損失ベータ I はこのように電流とともに増加します。そしてジュール損失アルファ I 事情は電流の事情に比例して増加します。固定損失とジュール損失が等しくなるこの点においてコンバーターは最高効率点に達します。まとめます。コンバーターの損失は電流の事情に比例する要素、電流に比例する要素、電流とは無関係の要素の合計3つに分類することができます。各要素はさらにスイッチング周波数 FS に比例する要素とスイッチング周波数とは無関係の要素にも分類することができます。ジュール損失すなわち電流の事情に比例する要素と固定損失電流とは無関係の要素が一致するときにコンバーターは最高効率点に達します。